福井投手、そして大木さんのマルテンシェ、それでは福井選手から伺ってみます。1ヶ月半ぶりの勝利、今どんな実感ですか？熱々にかお前ずっとチームに迷惑かけて、優勝はないですけれど、クライマックスはない、良かったです。新人さん、しかも今日の勝利は完璧の勝利になりますね。クライマックス目指す、頑張ります、まあ、全部行く、一番狙われて携帯もできるのか、8回、そして9回、どういうことをこう思いながら投げていたんでしょうか？まあ、完投するつもりで、まあ、今日は自分で一人で投げるというのを決めて投げました。非常に素晴らしいピッチングだったように見えました。福井さんの中で今日良かったというのは、例えばどういうことだったですか？無駄なフォアボールがなかったというのが、一番いいところかなと思います。今日は一つという内容でしたね。はい、投球としても本当に持ち味のストレートなども非常にもう切れているように見えました。このあたりは福井さんの手応えはどうだったですか？まあ、リズムよく、気持ちよく投げました。ファンも平日のナイトゲームはこれだけ使って声援を送ってくれました。ファンの方に一言お願いいたします。今日は応援ありがとうございました。またこれからもいっぱい応援に来てください。ありがとうございました。あと1試合それをかけて伝わってきまして、マルテンシェです。2ヶ月ぶりのホームランということになりました。打った瞬間の手応えというのはいかがだったですか？そうですね、久しぶりすぎて、全然打った感触なかったんで、もう必死で走ってました。このワイドの先発ピッチャー高久保氏は、まあ、打たせてくるピッチャー、非常にこうスパイドを揺さぶってくるようなタイプのピッチャーだったと思うんですね。その中でご意識としてはどういうことを考えて打席に立ったんでしょうか？まあ、あまり相手投稿ではなく、まあ、もうとにかく、まあ、自分の持ち味である、まあ、どんどん初球からブリブリ振っていこうと思って、まあ、そういう意味では狙い通りのスイングだったら、そういうスイングだったでしょうか？そうですね、まあ、ホームランは4本です。マル選手は今シーズン1軍に定着されて、ずっと試合を続けられて、まあ、ところもスタメンから外れる場面はあったんですけれども、まあ、シーズン通して戦ってきました。シーズンを通じての手応えというのはいかがだったでしょうか？まあ、ガーシーの一言なんで、まあ、また今日みたいに、どん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 大事なところで打てるように、まあ、やるしかないと思ってるんで、はい、頑張ります。スタジオには63番の日本の2番を迎えています。番組で一つお願いします。今日も本当に温かいご声援ありがとうございました。まだ試合が残ってるんで、その試合今日のように、温かい声援の方、また今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。株式会社デサンテ